ようこそ東京ときめきチャンネルへ。 MC の吉成さとしです。大人気企画のカップルインタビュー、今回登場していただくカップルはなんとこの日福岡からたまたま東京に観光に来ていたカップルです。ではご覧ください。ではまずお二人年齢と職業だけど、25歳です。はい、職業はカラオケ店員です。21歳です。看護師です。おー、付き合ってどれぐらいですか？どんぐらいいます？5ヶ月5ヶ月。5ヶ月。付き合ったきっかけ的なものって何だったんですか？飲み会で知り合ってみたいな。ほうなるほど。で、僕がいいなと思ってアタックしたみたいな。おお、なんてこう告白したんですか？付き合おうみたいな。言われた時彼女さんどうでしたか？なんかもう分かってたから、あ、うんみたいな感じでした。あ、もうその、彼氏さんのここ直してほしいなっていうところあったりしますか？あ、自己中。昨日ディズニーランド行ってきたんですけど、はい、なんかポップコーン入れる容器あるじゃないですか。あります、あります、はい、あれを私洗ってなかったんですよ、はい、でそのまままたポップコーン入れようとして、はい、で洗ってないことにすごい怒ったんですよ。でも私は別に洗わなくても別に良かったんですよ、そのままで、はい、洗わな汚いって言って許せなかったんですか、うん、そこはもうやっぱ下品なところは嫌ですね。なるほど、そこはしっかりとしないと、ね、はい、で逆に彼氏さんこう彼女を直してほしいところってありますか？自己中ですね。どういうところで感じますか？いや私はいいけどあなたはダメって。じゃあ今までこの半年ぐらいで一番大きな喧嘩の原因って何だったんですか？価値観の違い、まあ、私はこれしたい、僕はこれしたい、どっちも譲れないってなった時に、そうなったらじゃあ別れるしかないかなみたいな。もし浮気をしたらどうするんだ？浮気をしたら一回は許します。でそれでなんかもう、あー、なんかお前の方がいいって気づいてもらえればそれで OK です。あ、じゃあ2回目以降はうん、さよならです。もう浮気をあっても、うん、まあ、僕は浮気しないんでね、僕には関係のない話ですよ。福岡、はい、なんですよ、僕ら福岡人なんで。旅行に東京来てから、あ、今福岡にいるんですか？はい。何しに東京に？あのディズニーランドに行くために。今の彼女さんは何人目の彼女さんですか？4人目ぐらい。お、これは聞いてましたか？うん、うん、聞いてました、聞いてました。彼女さんは何人目の彼女さんですか？何人目だったかな。これ聞いてました？9か10かな。10、いや、ぴったりじゃなかった。10、あんまり数えてないか分かんない。2人のファーストキスは付き合ってからどれぐらい経ってからだったんですか？え、その日だったよ。そうですね、付き合った日。付き合った日に どういう状況でこうチュッっていう感じに？ファーストキス付き合う前からですね。酔っ払ってたよね。チュッてされた時彼女さん的にはどうだったんだ？あー、来た来たみたいな軽い感じ。大人の関係になったのはこうキスからどれぐらい経ってからなんですか？1週間ぐらいで。1週間ぐらい行くぞって決めてたんですか、彼氏さん的には？いや、僕はその時はまだ抑えようと思ってたんですけど、ちょっともう我慢できなくなって。状況的にはそう、どういう状況だったんですか？いや、お酒飲んで僕ん家に泊まるっていう計画だったんですけども。彼女さんその日は あるなってなんか分かったりしたんですか？いや、だいぶ疑ってしないしないって言ったから約束して行ったんですけど、うん、そうなっちゃったかな。抵抗したりとかってなんかあったんですか？ありました、ありました、うん、嘘つけ、抵抗してなかったよ。嘘つくなお前。伝わってなかったみたいです。あー、なるほど。抵抗は何もなかったと思いますけどね。余裕だわ。彼女さんに対するメッセージをこうカメラに向かって、それはずいっすね。それやめてみましょう。はい、いいですか？いつもわがままを聞いてもらってありがとうございます。これですか？メッセージを一言お願いします。好きです。終わり。ありがとうございます。東京ドキメキチャンネル、また見てね。いかがでしたでしょうか？次回登場していただくカップルはイケメンで一途な彼氏とちょっとこうほんわかした天然彼女が登場してくれます。この東京ときめきチャンネルではカップルにぜひ聞いてほしいという質問やいろいろな企画を募集しておりますので、各動画のコメント欄にコメントお願いいたします。東京ときめきチャンネル、ほぼ毎日19時から動画を配信しております。まだチャンネル登録をしていないという方がいらっしゃいましたら、パソコンの方はちょうどこの白いボードのところをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。また携帯やスマートフォンの方は動画の下のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いいたします。